はい、どうも徳さんです。大変お待たせしました。本日は3年連続ゴールデングラブ賞オリックスバファローズ宗選手の登場です。熱く真剣に守備論を語ってくださっております。最後までご覧ください。まずは内野手用としては規格外のグラブの大きさ、一体どう扱っているのかを聞いてみました。そうですね、僕はどっちかっていうと、はい、ここの部分にこう引っ掛けるっていう感覚なんですね。ちょうどこのここら辺にこう、はいはい、シングルキャッスとか逆シングルの時とか特にそうなんですけど、はい、こことかで取るよりここにこう引っ掛かってくれるイメージがあるんで、はい、あとまあちょっとこう自分の中ではこういう意識よりかはちょっとこう、はい、ああなるほど、こういうイメージです、シングルの時、はいはいはい、ちょっとこう前にかかりながら強かったらそこから下がるし、前だったらそのままインテークを行ったりとか、まあ足こうやって使って投げるというのもあるんですけど、どっちかの足は出てる。そうですね、それをあの今コーチの人と練習してて、そよぎさんと練習してて、僕もどっちかっていうとちょっとこう、はい、ジャンプしてこう両足でこう見てしまうことが多いので、はい、それはどっちか、まあ僕は多分右足の方がこう移動しやすいんで、はい、グラブとこう手をあこういう形にしたら速いだけが来てもこういけたり、はい、こういけたりするんで、こういってしまうとやっぱ反応できないんですよ、こう刺されてしまうことがあるんで、はい、ちゃんと半身の形を作ってあげるっていう意味で言う感じですね。はぁ、ちょっとこうどっちにも動けるんです。そうか、確かにこう、そうか、どっちかの足を出した瞬間にグローブをこう一緒に行くっていう出してあげるっていう感じです。こう衝突しなくて済む、はい、逃げ道がこうできるん で、はい、で僕は基本的に三塁線と三遊間があったらもう常に三遊間の打球をイメージしてるんですよ。あ、そうなんですね。キャッチャーのサインとかもいろいろ見たりするんですけど、はい、三塁線に意識が行くときはスイングがちょっと引っ張りのバッターでキャッチャーがインコースに構えた飛んできそうだなってバッターの時ぐらい、はい、その時も意識は 6-4 ぐらいで、基本的にはこっちの意識の方が大きいですね。へー、だから僕はこう右足を前にしてこっちにこう意識を置いてる感じですね。はー、だから僕は右足なだけ、まあ人によって変わってくると思うんですけど動きやすい方向ってことはやや三塁線よりなんですか。そんなこともない。まあ全然三遊間よりですね。やっぱこっちのだけの方が圧倒的に多いんで、確率の話で、確率で、あと試合前に打球方向とか結構見たりするんです僕。それがあるんですベンチで、それを作ってもらってるんで、それを見てこの僕らと対戦する1週間前ぐらいまでの全打球とか今までの打球とかがまとめてあるやつがあるんで、すげー、こっちにファールが多いやつとそうでない人、もう絶対三遊間にしか飛んでこない人、三塁線に全く打球が飛んでこない人とかはの場合も守備位置をガッと動かしたりしますし、そういうデータとかいろいろ。へまあ、多少こっちのイメージしつつでもこっちをもう7割以上考えてるって感じですね。でそれを考えてなかったら多分遅れちゃうんで届かないんですよ最初から、まあ、だから本当に数割でいいんで、はい、ちょっと頭の端っこ入れといてでこっちをメインで考えてたらこっちに来そうだなって時にもうここら辺で分かるバッターこの角度でなんとなくバッってなるんでその時に遅れないこれ右の三塁線と左の三塁線でちょっと違います、ね、あれ左の三塁線来た時はあのもうちょっと深めに追うんですか、逃げていくのを抑え込むみたいな、まあ、スライスしていくんで、はい、そうですね、まあ、まあだからどっちかというと僕のイメージではこういう感じなんですよ、はいはい、この×の形で動くと真横じゃないんで、あ、なるほどなるほど、はいはい、はい、このクロスになってるわけですね、お胸さんの前視点に、はい、こうでこうと、はい、まあこう切ってるんで、はい、そのままこうと後ろとこっちの打球はやっぱり横に飛んでしまうと、まあ、その分打球も来てるんで、はい、こういう感じですね。少し後ろに行って距離伸ばしてって感じですね。追いついていくとギリギリここ2個がやっぱ最後引っ掛けるぐらいの距離感。続いては待つ姿勢と重心の置き方、一歩目のタイミングです。僕は、まあ、骨盤がちょっと一人こうなってるんで、はい、こう寝てしまうと、はい、
もう力入んないんですよ。だからしっかりここにこう入れる、両方のここにこう、はいはい、体重が常にかかっている状態で、はい、でここの前側に感じながら、はい、こうここに重心を落としている感じで、あ、こうだ、はい、こういう感じで構えて、常にこうタイミングをゆっくり取りつつ、でピッチャーがこうここら辺でちょっとこうして、はい、一番下まで下ろして、まあ、ここまで下ろすとやっぱ重心も落ちるんで、はい、でそこからジャンプして、まあ、軽くする。あ、でこういう感じです。なるほど。あ、そう、ジャンプするタイミングも結構インパクトの同時ではないんですよね。ちょっと遅らせてる。遅らします。やっぱ僕見てるんですよ、あの宮本さん。あ、そうなんですか。草野さん。そうなんですね。そこで混ぜて勉強とかしてます。あ、そういうのはなるほどなと思う。宗さんが参考にした動画というのがこちら。サードって、はい、結局そこそこの打球するから、はい、あんまり前行く意識が全くないですよ。あ、ポンってなった時だけですよ。はあ、普通に低く来た時っていうのはもう取りに行かないですよ。だからこう分かると思うんですけど、はい、カード打ったらもうこれぐらいでいいですよ。あ、なるほど。あそこでやっぱちょっと遅らすことで、遅らした方がいいですね。反応早すぎるとやっぱちょっと逆に刺されたりとかするんで、もうインパクトしてからちょっとこう反応するぐらい、あれ見てから味出せました。実はトルサデビ発信だったんですか。いや、そうです。実は調べましたよ。恐縮されるんですよ。でもサードってやっぱそれぐらいこう瞬間芸でもあり、準備力が必要で、一歩のその入り間違えると一瞬で抜かれちゃうっていう。抜かれますね。気に抜けないですね。そうですよね。早いんで打球が早くて、複雑なバウンドが来るんで、簡単になんか単純に見えるんですけど、アンツーカーがあったりとか、はい、そうですね、で打球が少し変わったりとかもするんで、やっぱ高いとどうしてもそのイレギュラーに反応できないんで、なるべくボールのこの下にグローブをこう常に入れて下から上げてくるようなイメージで。なるほど。すごい。あ、嬉しいね。その中でもう3年連続ですよ。ゴールデングラブですよ。いや、本当、いや、もう、ありがとうございます。ありがとうございました。一つ念願が叶いました。ありがとうございます。これからも、いろんなサード守備を見たいんで、僕も、ね、研究者でもあるんで。もう、あらゆるちょっと、あのサードの情報を、これからもちょっと、はい、お届けしていきますんで。勉強させてください。いやいや、こちらこそ、ありがとうございました。試合前にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。試合前にもかかわらず、心よくコアな質問にも真摯に答えてくださり、本当にありがとうございました。勉強になりました。考えられてるし、準備もされてるし、だからそこが土台にあった上での宗さんのあの野性味という良さが乗っかってるんだな。だからやっぱ細かいプレーだったり、いろんな開発のプレーでやっぱ守りきれるっていうのは、やっぱ華やかに見えてやってるね、プロ野球選手は。これやっぱ忘れちゃいけないね。ダメだ、あれチュンチュンチュンってやってるわけじゃないんだよ。うん、あるんだよ、やり方がちゃんと落としてっていうね。安岡さん、あれなども言ってたから、うん、あ、やっぱりその上手い人のサードっていうのは、宮本さんもそうだったけどね、動かない、うん、しっかり姿勢、パンって高かったやつだけ行くんだと。それだ、やろう、やりましょう。ちょっと浮いてたな。そう考えると横着したかもしれない。いや、ダメだ、やっぱり。ミネさんですら徳さん TV でサード研究してるんですから、これも最後ミスター行くまで徳さん止まれないですよ。サード守備取材、ね、いや、もうやっぱね、行っちゃう、行くとこも行っちゃおうか、これね。あ、いいグラフ、いいお手本、いいグラフ、あ、いい、はい、来たか、来たか、白いキャップ、いや、ちょっと違う、やれ、こう、はい、グラフは効果いいね、いいよ、効果効いてるよ、ガルバ、そうそう、わかる、はい、ちゃんとな、はい、はい、よし、曲がってるね、はい、ゴーボール、よし、よし、はい、粘り、粘り、ナイスキャン、うわ、痛いよ、そこ、あ、来た、はい、よー、ハマってるね。
ノーボール。トライ。アッパレの生ラメンコイニューアパレルグッズができました。カラーも14種類と和や多いべ。青いロゴは好きだけど、シャツは白がいい。シャツとロゴの色は同じにしてシックに着たい。など好みに合わせて選べます。さらにジュニアサイズも作ってみました。野球少年少女にもぜひ着てほしいです。どの色を選んでもごっぺ返すことはねえべ。たくさんのご予約お待ちしております。したっけねー。